よし、それじゃあ続きやっていこうか。前回このワールド4をクリアしまして、ワールド5に進んでいくんだけど、その前にまたコメントをいただきまして、このステージ恐怖ナイル川氾濫、このステージ、カラーダイヤがあるんだけど、基本的にカラーダイヤがあるステージっていうのはノーデスで行ったら足場ができて違うルートに行けるらしいんだよ。まずここやっていこうか。さあやってみようか。恐怖ナイル川氾濫相手のココちゃんで、ちなみにココちゃんでもリンゴバズーカできる。これでおっかないスカラベオ、もうこれさえあれば楽勝じゃん。よし、じゃあノーデス頑張ります。ん、あ、これか、これだわ。多分前回乗れてないもん。いや、てかさ、楽勝すぎる。リンゴバズーカあればもう何も怖くないじゃあやってみよっか。ニトロとかあるけど、正直余裕なんすよ、俺があればやばいな、これぶっ壊れだよ。こっち行っちゃっていいよ、とりあえずね。で、これ出して、ん、押しちゃっていいのこれ、押しちゃって、あー、なるほどね。沈まないように足場が出たと。まあでもその中継地点使う必要あるか。いや、一旦中継しよっか。で、ここでリンゴバズーカで一掃しちゃえばいいと。簡単すぎるよし、じゃあ行こう。楽しいなぁ。こうやって無双できる快感もあるのがいいよね。待って、一旦待っとくか。よし、行こう。で、こうやって行って、いや、もう機動力も抜群、攻撃力も抜群、何も恐れるものはない。さあ先へ行こう。これやばいか。いや、間に合う。で、こっち乗っちゃって、まあ、つまりここって、なんだっけな、ヒントの文章に書いてあった通り死の道、死の道らしいだけど、まあ、確かにむずいな。普通の道よりはむずい。だけど余裕。あ、終わった、早い。これがカラーダイヤ、ブルーダイヤ、オッケー、ありがとうございます。よっしゃ。じゃあこのブルーダイヤ手に入れたことで、行けるところが増えたはずなんだよね。だけど、まあとりあえず本編進めよっか。はい、ってことでワールド4出まして、ワールド5、一応最終ワールドと言っていいのかな。まあ一応まだあるんだけどね。まずクラッシュに変わろっか。さあお兄ちゃん出番だよ。最終ワールド1、ハイテク未来でぶっ飛ばせ近未来政治だ。始まった。ちなみにヒントによると、緑ダイヤを手に入れると新しい道が解除されるって書いてあった。でもこんなやつどいてろ。近未来政治だから若干むずいかなって思ってたんだけど、前回近未来政治やった時は全然難しくなかった。いや、もう楽勝あ、いや、こいつはなんだっけな、あいつなんだっけ。おお、撃ってくる。で、あ、今がチャンスですよ。わかりました吹っ飛んでったいや、あんなわかりやすい的出しちゃダメよ、この俺に。でも、あえてここはこれで行くってのも危ない。いや、別に敵倒す必要もないしな、別にいっか。で、ここも避けて避けて、ちなみにこいつってスピンでもよかった気がするんだよ。 OK。 そしてああいう鬱陶しいやつは撃っとくといいね。そしてリンゴがいっぱいある。危ない危ない。よし。で、あー、ここは奥にあるな。こっから届くかな。あ、届いた楽勝。いや、もう爽快。さあ先へ行こう。危ね、あー、やっちまったよ。いや、もう完全に満身でした。気を引き締め直します。で、こっち行って、あ、そこにあるじゃん。なるほどね。これを出して、あれ、あ、あっちもだ。はいはい、2つあんだね。これで上のが、あれ、出てこない。あれ、ここはなんだ、もう一個どっかある。あら、あ、そっち行ったらさ、もうさ、違うところにワープしちゃうもんね。え、どっか見落とした。いや、戻ってみたけど見つかんないや。とりあえず進むか。うん、進んでみよう。意外と大丈夫かもしんないし。さあ来た。よし、
さあまた横スクロールに変わって、あ、もうパワーストーンだ。でこっち行って、鬱陶しいやつは発砲で先に進んで、んーと、こいつも鬱陶しいでしょ。なんか前回のマテンロードのベルトウェイトなんかほぼほぼ同じじゃない。あーあと TNT があるな奥に。でこいつガードしてくれてんな、こいつは鬱陶しいな。で TNT 起動、あれ、あ、これは多分ね下にブロック出ると思うのよ。でそのブロック壊すにはこの TNT が多分必要なんだよ。ってことで一旦これはまだ起動させないといて、あ、多分どっかにあると思うんだよ。あ、待って、ボーナスステージだ。え、どこにあるんだそのアクションブロック。まずボーナスステージやっちゃうか。あ、下だ。あー、なるほどね。これは順番的にはこれ TNT 起動しちゃっちゃった。あ、危ねえ。大丈夫、大丈夫か。やっちゃうか。でこれで一旦起動して、あそこに足場出るでしょ。足場が出た後にそのニトロ、待ってね、先を見たい。あー、なるほどね、そうね、ニトロを、はい、射撃すると奥に足場ができると。で大丈夫、大丈夫、多分大丈夫。うん、じゃあこれもバズーカ。ちなみにね、バズーカでリンゴ打つとそれ取れるんだよ。だから手が届かないところも取れるんだよ。さあ行こう。おーっと恐ろしいやめてくれね。ちなみにこの上なんかない、なんもないか、なんかありそうな気がしたけど、はい、しでこっち行って壊しちゃって終わりかな。そうね、はい、これで17分の17戻ろう。よし、先に進みましょう。いやーさ、これ手に入れたっけさ、本当頼っちゃう、よくないかな。動画的にどう、面白いリンゴパズーカパンパン打ってる絵って。そっちよりもさ、やっぱりスピンしてた方が楽しいんじゃないの、見てて。いやでもまあ頼れるところは、あー危ね、あ、なるほど、緑ダイヤがあればここ乗って違うとこ行けるんだ。なるほどね、もうバンバン使っちゃってるよ。オッケー、終わった。ほう、さあ横スクロールが終わりまして、はい、ボックス回収、あいつは撃っちゃう。で危ないか、危ねえ。でこいつも邪魔、また来た、あいつもう余裕ですよ。あ、ダメ、満身が良くない。ここでスピン、やっぱスピン、あ、待って、何個、あと20個。やっぱ緑ダイヤかな。それと最初の方にあったな、よくわかんない1個のブロック、あれも気になるな。まあやはり一筋縄じゃいかないステージだね。さあ吐きました。じゃあとりあえずこれで OK で、次はクラッシュ取り締まり中バイクステージだ。やった。いやもうバイクステージ好きなんだよ、楽しい。はい、オッケー、完璧。お、めちゃくちゃいいダッシュできたんじゃん今。いいねいいね。で、まずどうしようかな。まず1着狙おう。だからボックスは二の次でいい。でこのステージはそう、パトカーが動き出しやがったんだよ。いいぞいいぞいいぞ。あー、邪魔だな、くそ。でパトカーの動きを見て先読みして、どっち側を走ったらいいかとかを見とかないと。でちゃんとブレーキも使おう今回は。オッケー。いやーちょっと遅いな。でも今5着か。でここはジャンプする必要あり。オッケー、危ね。で右、あ、危なかった。で次は左でオッケー。であとあの前の2人、あいつらこそ、あそこにやったんだ。ダッシュ1着になれる。まずは何としても1着になる。見てろ、マリカーで鍛えたこのテクニック、邪魔だ。ここはうーん、まあ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 、いいいいいい、インを取ってるだけいいいいいい。であいつなんであっち行った、やべえ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 、危ねえマジで。あ、待って右やだ、危ねえ。待って終わっちゃう、まだか。いや見たところまだだ。あー、ジャンプしなきゃよかった。でここは使って一気に行く。あー、くそ、ダート踏んじまった。でもいける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 、勝てる勝てる勝てる、どけろ。いやもう使わない使わない使わない、いいんでいい。うえー、あー、てめえ
いや、まだ大丈夫だ。まだ音ない。邪魔、邪魔、邪魔だ。よし、いいぞ、いいぞ。勝った、勝った、完全に勝った。危ない、落ちんだよ。よし、これでパワーストーンゲット。イエイ。いた、いた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 。さあ次はボックスクリアを狙います。いや、あんまり見てなかったけど結構ボックス取りづらそうな位置になかった？まあゆっくり行くわ。うん、ってことでここは早回しで行きます。あーくそ、あー鬱陶しい。戻りたい、戻りたい、戻れない。くっそ、ジャンプしちゃダメだったんかい。あそこもうやり直すよ。よし、で右、危ない。でどうだ、足りてる？痛い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 。や、足りてる。オッケー、危な。いやだけど一着にはなれないか、さすがに。で痛いって。よし、オッケー。さあお尻から出して。受刑者かよ。さあ次行こうか。ワールド 5-3 燃えろアラビアンナイト。ここカラーダイヤあるってことはノーデスで行けば乗れる足場があるのかな。ここもね、ヒントによると死の道、死の道好きだな。死の道をクリアすればスペシャルダイヤが手に入ることです。もう楽勝。あ、オッケー、行こう行こう。いや、もう死ぬ気しないわ。でね、確かね、ここね、左のこいつもね撃てるんだよ。お、あ、ああなるんだ。え、何、どういうこと、そんなんなっちゃうの。なんか昔とは違う気がする。昔は単純にあの火炎瓶投げてるやつがいなくなるだけだったような気がするんだけどな。でここも鬱陶しいからあいつ撃っちゃうと、あ、そうだ、どういうことなの、あれいきなりそんなに家具飛び出したりする。でだって言って、基本的ななんかステージの作りはさ、なんか一貫してるよね。なんか気づいたけど、チェックポイントで、あれこれってさ、前やったステージの夜バージョンとかそういうことなのかな。全然当たねえし。はい、どんなに卑怯と言われてもいい。あ、オッケー。いや、もうどんなに卑怯と言われても俺はやめないよ。よし、そしてあっちにもいんな。はい、オッケー。何、どういうことなのそれ。マジで。で TNT オッケーでしょ。でこっち行って、あ、もうパワーソンだ。これノーデスいけるね。でこっちで、そこにもいるけど、まあ別に行けるところはいいんだけど、ちょっと待って、鬱陶しいや。はい、顔出さないで、そしてそっち行って、あー、なるほど、今危なかったな、 TNT だったな。はい、 TNT 起爆、ちょっと怖いな。ちなみにこの、あ、危ね、あ、いいのか、ナイフぶん回してるやつに当たると、確かね、クラッシュのね、ズボンがね落ちちゃうんだよ。でクラッシュくんがパンツ一丁になって恥ずかしいみたいな、危ね危ね危ね、そういう死亡アクションだった気がするけど今は見せらんない、ごめんね。いや、ちょっと待って、あいつ鬱陶しいな。オッケー、よし行こう。でこっち行って、あー、怖い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 、そこは無理だな。オッケー、よし。で、あ、これじゃない、来たわ、死の道。行ってみよう。お、一発で死の道行ったのは初めてじゃないかな。お、BGM 変わった。さあ難しいのかしら。まあ最終ワールドだから難しい。うわ。見えなく、終わり、こっから。うわー、悔しい、今の超悔しい。ナイフか。いや、まだいけるじゃん。あ、よかった、ありがとうございます。あ、いいんだ、別に行っていいんだ。え、待って、これ死の道じゃなかったよってことはないよね。ちゃんと死の道だよね。危ね、こいつが鬱陶しい。うわ、オッケー。でこっち行って、あー、はい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 、まあタイミング見ていこっか。でこう、よし、オッケー。で、チェックポイント、こっち乗って、ん？あー、このナイフが一枚だな。怖い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 。ふっ！よし！で、また奥に進んで、いや、いけるか！いや、もう、
これでいけるよ。あの結構強気にいっていいな。ああ二段ジャンプからのうぶね、うい、うい、あーやった、ダイヤだ。よし、調子いいじゃん。リフト乗って戻ってきたけど、ん？これどこ？俺が来た場所じゃないよ、ここ。もしかしてさ、白ダイヤもさ、怖い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 。白ダイヤも手に入れると思ったらさ、戻った方がいいんじゃね？ちょっと戻ってみるか。だって、多分この間の道中の木箱って取れてないもんね。手前戻んの怖っ。まあ行ってみるか。え、大丈夫？降りて。あ、怖い。あ、どこ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 、怖い怖い怖い。ん？どこ？ここどこ？あ、いや、ここ、こっからじゃなかった？こっからだよ、そうそうそう。こっからあのリフト乗ってきたから。いや、待って待って待って、戻る戻る戻る、戻れた、すげえ。チート。はい、戻ってきました。これでいいんだね。オッケーオッケー。まあ、これ多分白ダイヤも手に入ると思う。で、こいつはうっと、うわー、恥ずかしい。怖い。ちゃんと処理してから行こう。はい、チェックポイント。もう怖いわ、やっぱりこいつが一番やだわ。で、こっち行って、ん？あ、いいのか。あ、普通にボーナスステージだ。やろう。なるほどね。結構ニトロが多いステージだけど、大丈夫かこれ。大丈夫だ。高いなー。あー、怖いね怖いね。そして近いなー。これどうしよう。あっち側に行ってからにしよっか。こっち側であっちに行って、こっからでいいね。こっから撃っちゃおう。はい。で、なんだ？あんまりもう、あれだな。一旦、バズーカ頼らないで、自分の力で、自分の頭でやって、バズーカで撃つと。上のニトロはバズーカ。で、この上なんかあんのか？いや、ただの罠か。うん。オッケー、終わり。はい、戻ってきまして、はい、不安要素を排除する。不安要素は排除する。進んでいくぞ。見えないな。で、この上のは先にやっとくか。うん。正直ね、こう燃えててもね、上から行けば大丈夫なんだよ。はい。もう高さが違うよ。で、終わりだ。さあ、どうかな、ボックス。オッケー！完璧！じゃあもうここ、ダイヤ3つ一気にゲット。気持ちいい。オッケーオッケー、順調。ダイヤフラッシュ、まさか入って、耳から出して、また耳から出して。もうダイヤが廃液まみれ。おー、次のステージだ。こっちじゃなくてこっちだな。ここはなんだ？撃墜王オレンジバロン飛行機だ。いいね。お、フラッシュ、ここ本当によく頑張っておるな。じゃが忘れるな、わしらの敵を。それはコルテックスを後ろで操る邪悪な存在、ウカウカじゃ。奴の力は恐ろしい。気をつけるのじゃぞ。いや、わかってるよ。なんか急な悪悪のなんか劇が入りましたね。爆撃を撃ち落とせってことで、前回は飛行船だったけど、今回は相手も、あ、またこれか、うん、相手も飛行機で撃ってくるんじゃなかったっけこいつ。一気に、そうはな、ここもクリアしたいなー。あー、痛い痛い痛いの痛いの痛いの。だから、ボックスもちゃんと回収していきたいな。ってことで、風船は撃たないように、ボックスだけを撃つ。撃ってほしいな、あいつ。で、意外とすぐ、危ね。あー、ちょっと、あー、ボックスダメだ。いや、まず最初に、もう、あれやっちゃおうか。ノーマルクリアしよっか。はい。痛い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 。あれ意外とこれ、撃ち落とすの大変だな。あ、これでやっとくか。結構かかるね、時間。こいつも。よしよし。周りのハエも撃ち落として。でハエの割にやるじゃない。はい、こいつも、はい、撃ち落とす。あと一機。まず普通のクリアしちゃうね。さあ、ラスト。いや、この大きいやつは撃ってこなかったか。それは記憶違いだったわ。はい、オッケー、クリア。じゃあ次、ボックスクリア頑張ろっか。おし、オッケー。あ、いけた、いけた。てかさ、このステージよく見たっけさ、
下の方とかなんか穏やかじゃないんだよね。いてて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 、もう穏やかじゃないわ。じゃああとは最後の一機あれ撃ち落として終わり、周りのハエは気にしないで、いてて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 、意外とこのねローリングを使ったらね全然当たらないんだよ。よしクリア。撃墜よオレンジバロン。クリア。さあ最後のステージだ、真っ暗遺跡探検隊。うーわ出た、これね本当にめんどくさいステージだよ。え、すべてのカラーダイヤを手に入れると新しい道が解除される。それつまりどういうことだったっけなーってなんとなく分かってんだけど、まあとりあえず今は言わないとくわ。さあ行ってみましょう。一応最後のステージということです。元気っ子、サメの元気っ子を、はい、スルーして真っ暗遺跡。そう、真っ暗遺跡っていう通り、このステージはねまだ今明るいけど確か暗くなるんだったよね。で暗くなったあとはあれよ、ちなみに困って、コンサメって倒せる？あ、いける。あのね、あ、そう見えてる見えてる、あいつだ。なんかナビみたいな、うん、こいつを手に入れて、さ、ついてきてるんだよこいつが。でもう時間との勝負、ナビね時間経つとねどっか行っちゃうんだよ。もう自由奔放な子だから。よし行こう。だからそう、次のナビを交換して、いやー今のタイミング良くなかったな。でちゃんとよいしょ、ボックスもやって、ナビがどっか行っちゃう前に次のナビに入れ替えないと真っ暗になっちゃうんだよ、何も見えなくなっちゃうんだよ。で、あ、OK、 ん？何これ、あ、青ダイヤ手に入れたからじゃないこれ。青ダイヤの道に行けるんじゃない。おお、どこ、ん？これって、あ、いいのか、真っ暗遺跡探検隊ね。よし、じゃあ行ってみようか。あ、手前なんかあったか、なんもないか。よし、行ってみよう。あれ、ここ俺昔行った覚えないかもしれないって思ったけど、あぶ、ごめん、アクアクちゃん、危ない。入れて、結構ご了承ってるな。だってこことかさ、この間、あ、これでいいのか。で、これ、あはやめて、危ねー、消えてください。で、こっち行くと、オッケー。あ、そういうことか、すべてのカラーダイヤ手に入れると新しい道行けるってのは、全部のダイヤを駆使して進んでいくルート。待って、ってことはさ、今んとこ行けてるけど行けなくなるんじゃね。そんなことない、行ける、行くだけ行ってみるか。怖え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 、はい、いや多分どっかで積むんじゃないかな。だって全部手に入れてる気しないもん。いやでも待って、行けてる、紫もあるじゃん。はい、むしろ何色手に入れてないんだ。繋がる場所はどこ、どっちか。すげえ大回りじゃな、左行って、いやー積まなきゃいいな、怖えなここ。あーそうだよね、そうなるよね、分かってた。で、はい、死者蘇生の台だねこれ。怖え、なんかいるな、なんかいる。いやーでも見え、あ、いた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 。あ、でもあいつなら別に、あし、これは落ちないでしょ。うん、蛇の柄の方は大丈夫、そのスカラベの柄が落ちる。で、そっち行って、あーそうだね、やっぱりここー、これ何色、黄色かな、黄色取ってなかったか、死の。いやー悔しい、そうだね、うん、黄色持ってないんだ。じゃあ黄色手に入れたらもう一回来よっか。しょっけー。で、ここどこから、あれ、ちょっと戻っちゃってる？あ、ちょっと戻ってんなこれ。いった、あ、危ない、大丈夫か。じゃあもう一回戻ります。はい、戻ってきました。このダイヤが乗らない。いやー行きたかったな。さあチェック、あっ来た、いやーやっと最終ワールドにしてアクアクの無敵モードお見せできる。さあ、そう、こうなるんだよね、仮面つけて、さああとはダッシュ。もうあれですよ、違うゲームの言っちゃうと申し訳ないけど、某配管工の M おじさんが王子様を取った時みたいな感じ、そんな感じだね。でこれ強い、超強い。
って感じ。終わった。そう、まあこういうこと。はい、倒して、さあチェックポイント。あ、ボーナスだ。行ってみよう。さあボーナスステージ、ここもクラインか。ってことは時間との勝負出していいよね。それはいいよね。でここはニトロを爆破しとくか。爆破しといて、んこの足場出す意味そんなないぞ別に。あーどっか行っちゃった。あでも一応このバズーカでちょっと見える、ちょっとだけ見える。いや怖すぎるよ。ダメだ、もうわかんないわかんない。あ、ボックスは若干見えるな。あ、なんかあるなんかあるなんかある。え、大丈夫大丈夫、死なない死なない、死ぬ気がする。あ、死ななかった。下にあるんだ。え、何や、どうやってんの、どうやって全然わかんねえよ。無理無理、落ちる、いや落ちない。いや死んだ。あ、パリパリゴリしちゃった、もったいね。全然わかんない。もう一回いきます。もう迷わない、もう一気にいっちゃおう、一気にいっちゃおう。あんまり考えながらやらなくていい。でここもこうボディプレスして、でニトロニトロ早くって起爆で、ここはこうしてこうして、いやーこれ鬱陶しいなー、時間かかるなー。で、あでも先見よ先見よ。で、あーもうどっか行っちゃったよ、最悪よ。死んだ。いやもうどうしよう、どうしたらいい。こうしてやべやべ時間が、やべ、はい、こうして、はいはいはい、もう先読みよ、とりあえず先読みよ、ここいい、とりあえずいい。でニトロニトロを爆破してその先も見る。で、はいはいはい、なるほど、わかった。ちょっと君来てくれない、ちょっと来てくれない。あ、オッケー、ありがとう。こういうことなんじゃない、もしかして本当に。でここをこうすると、よし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 、まあ明るさは大丈夫だよね。いきなりいきなり手を引いたりしないよね。君は僕とずっと友達だよね。どっか行った、友達。さあもう一回、もうひでえ目にあった。え、先にそこは壊しといたから OK。 あとは安全に40分の40。 OK、 戻ろう。俺はお前許さない。よし、じゃあ先行ってみよう。でまたナビ手に入れてリッスンしていく。もう行っちゃえ、もうご了承しちゃえ、行け行け、危ねえ、行ける、よし。でパワーストーンだ、うぅーリッスン。危ねえ、あ、ちょちょちょ、危ねえ。あ、オッケーオッケー、次のリッスン、ネクストリッスン。これちょっと倒して、いやー落としな。で先見よう、うわーニトロあるな、うっと、どうしようどうしようどうしよう。あ、待って、ニトロスイッチあったんじゃん。よし、じゃあこれでクリアだね。あー怖かった。いやでも面白いステージだったね、真っ暗遺跡探検隊クリア。え、このステージ、あ、そっかそっか、あの途中ねカラーダイヤのルートあったもんね、そっち行ったらもう一個の白ダイヤをゲットできると。なるほど、また後日。はい、ってことでワールド5全てのステージクリアしまして、出ましたボス、ドクターネオコルテックス。行ってみようか。言っちゃえばあれですよ、ラスボスですよこれ。もう早かったな。めっちゃ笑うじゃん。いやいやいや、すまんすまん、お前に監視にしていたのだ。パワーストーンを25個全部集めるとはな。本来ならわしゃここで怒り狂ってなければならんのだがな、ちょっとばかり変なのだ。いや、わしは変ではない。怒っておるのじゃ。わしの恐ろしさが分かってないようじゃな。お前がわざわざ集めてくれたパワーストーンを、わしがこれから奪うのじゃ。ひでえ話だよな。さあ、来た。ラスボス。最後にもう一度あげる。パワーストーンを渡すのじゃ。渡さねえよ。ってことでここはね、クラッシュ対コルテックス、そしてアクアク対ウカウカってそういう構図なんだよね。てか結局ね、このクラッシュバンディクン3のボス戦通して言えるのは、避けて避けて避けて、で攻撃タイミング
で攻撃するっていう、そういうことなんだけど、なにこれ、なにこれ、どんなんだったっけ、これいいのか、あ、今だ、よしよし、オッケー。で、あ、そうだ、この穴にコルテックスをぶち込む。で、うかうかが回収しに行って、それをもう2回繰り返せばクリア。やっぱりね、簡単だよ。クラッシュバンディクのボス戦ってこんな簡単だったっけって思ったら、そっか、変わるのか。アクアクとウカウカのバトルの仕方が変わって、結構鬱陶しくなるんだよ。アクアク、それさ、別の場所でできない？こっちはこっちで大変なんだよ。狭いしさ。危ない。アリに振るとダメだからね。で、コルテックスが、てかさ、待って、リンゴバズーカ、あ、使えないんだ、ボス戦は。で、危ねえ、今のうち。はい、で、ぶち込み、あ、待って、逆、難しいの。はい、ラウンド2。いやー、ちょっとね、悔しいな。今までボス戦で死んだことなかった気がする。多分なかったよね。あ、さすがラスボスといったところでしょうかね。いや、てか、なんだろうな、あいつの攻撃が難しいっていうか、あいつを穴にぶち込むのが難しいってどういうことだよ。さあ、次、この後、そうね、ここで攻撃する。で、ちゃんと奥からこうやってゆっくり、これでいいんですよ。さあ、あと1回。アクアクとウカカが次どうするんだったかな。どういう攻撃するんだ。何するの、2人睨み合って。うわー、鬱陶しいな、それはやだな。はいはいはい。で、コルテックスは変わらず、そのなんかよくわかんないビームを打ってくると。まあ、それは全然避けれる。アクアクとウカウカの動きだけが怖い。でも余裕じゃない。でもうボムを置くターンでしょ。危ない危ない、ちょっと危ない。で、近づいて、はい、スピード攻撃、よし、終わりだ。落ち着いて、よし、ダブルピース。あ、終わったよ。え、終わったよ。で、これ最後のアクション、スピードシューズ。走るスピードを上げるには走りながら R2 ボタンを押し続ける。いや、これがあったらあれですよ、タイムアタックが楽なんだけど。あと、これん、落ちたらどうなるんだっけ。あれ、アクアクは、アクアク一人で行った、行ってみよう。え、死ぬ、え、死ぬ、これ、あれあれ、どうだっけ。いや、死ぬんかい。おし、あー、オッケーオッケー、これでクリアね。いや、何気にあの後3回ぐらい死んじゃった。はい、次はこの中に入んないで、ちゃんとこの中に入ると。オッケー。お、エンディング。また負けたのだ、もううんざりなのだ。もう戦いはやめて、これからはモテモテ生活にするわい。綺麗なビーチに寝転んで、水着の女の子が素敵な救急箱を持って。まだ終わったわけではないぞよ、まだダイヤが残ってあるわ。そうなんだよね。そう、エンディングかなって。まあ一応一個のこれがノーマルエンド、ノーマルエンドなんだけども、最後うかうかが言った通り、まだダイヤが残っておるわいっていうことなんで、まだ真のエンディングじゃないんだよね。まあ真のエンディングにどうやったらいけるかっつったら、まあ前も言った通り、タイムアタッククリアして、レリックも全部ゲット、あとカラーダイヤとか、あと白いダイヤも全部ゲットしたら真のエンディングやります。自信ね。はい、まあとりあえずこれで全ステージやったことにはなるのかと思いきや、実はね、まだないかな。他にもステージがね、あるんだよね。どうやってそれ出すのかね、ちょっとまだあんまり覚えてないんだけど、まあ、とりあえず今回はこれぐらいで、一応これがノーマルエンディングでした。で、今後この実況をどうしていこうかすげえ迷ってるんだよね。タイムアタックをしなくちゃいけないんだけど、正直タイムアタックを動画にしてもそんなに需要ないんじゃないかなって俺は思う。まあもちろん見たい人もいると思うけどね。まあタイムアタックが映えそうなステージは動画にして、それ以外は飛ばす感じにしようか。とりあえず今回はこれで以上。また次回。不安だわ。